じゃあ次の行きますか。次は一緒ね。次は Operate Steering Steel。 Go through two gate。 おお、なるほど。なんか下のこの文字流れるスピード速くないか。ネイティブの人これで読めるのかもしれない。俺はちょっとさ、これからまだいいけど、さっきのなんか早すぎたよな。まあ、とりあえずやってみるか。こうロードしてる間になんかこうムービー見ようみたいな。ちょあれ。なんか真っ黒になってしまった。あ。YouTube を使ってみるっていうのがすごい。これオンラインに繋がってない人絶対。Practice operating the steering wheel. Accelerate your car as you did in lesson one, going through the gates while you head for the goal. いや。行ってみましょう、じゃあ。ステアリング重いな。あ、結構ステアリング重いな。そう考えたら5でも結構ステアリング重いわ。さっき読んだやつも、どんどん行くぜ。次はこれかな。Operate Steering Steel。Four Gate。なんか別にやらなくてもいいような気がするけど、まあでもそう、ね、ちゃんと初心に帰ってちゃんとやろう。まあ、こういうの6でもやったもんね。もうちょっと画面明るくてもいいような気がするんだけどね、正直。最初のセッティングこれ後で変えたりできないのかな。録画するとね、プレイするときはまあこの明るさで超いいような気がするんだけど、暗くなるんだよね。シルバーか。なんか一回スピードを遅くしよう。辛いね、やっぱりこれだと。見づらい。まあこれじゃ見づらいな。この視点の方がかっこいいんだけどね。こっちか。いかに最短で。普通にレースしたくなってきた、こんなの。でもお金とかこれでやっぱり貯めていかなきゃいけないか。よし、どんどん行くぞ。まずこの頑張って、じゃあ10までやるか。ブレーキ、ストップ、ベーシックオペレーション。次はトヨタの86。ストップ、your car。Okay、ブレーキポイントみたいなのにちゃんと表示されるのかな。そんなに
エキスパートにしちゃったからね、セッティングをね。シフターペダル、まだシフターペダルっていうかシフターまだ買ってないんだよね、これ。この中に止めればいいの、車を。え、もっと早く止めなきゃダメなのか。あまりゴールドにこだわりすぎなくてもここは別にいいかなっていう。トロフィーとかね、狙っていくんだったら次は86。これはストップやカー、オッケー。まあシルバー以上取れればいいかな、正直。あんまゴールドにこだわりすぎると時間かかりすぎるからな。でもゴールド取ると取るかシルバーかで全然もらえるお金が違うね。でも別にお金はこの後のなんていうか、まあミッションレースとかそういうのでも稼げるでしょ、別にここだけじゃなくって。さすがにブロンズはちょっとあれだね、シルバー以上だね。早く止まりすぎ、早く止まりすぎだろ。分かった、これアクセル踏むとステアリングコントローラーがすごいなんか光ってかっこいいね。あ、失敗した。ダメだ、こういうのにこだわりすぎると。踏むタイミングだから違うって。赤いコーン、これただ帰ってきづらいな。ここでしょ。もういいやブロンズで。あれだ、やっぱこういうの苦手だ。いいです、もうブロンズで。お金はこの後のレースで取ります。普通に走りたいなもっと。まあでもしょうがないな、チュートリアル。10までやつ頑張ろう。いや、もうブロンズで。よし、OK。次はブレイクスタート。また、次は 200m。全部のステージで、ゴールド取ればなんか車もらえたりとかするのかな。どうなんだ。ブロンズって、ゴールドで全然もらえるお金が違うね、これ。100
100m だから長い。じゃない？きた、これはいいでしょう。あ、ちょっとでゴールドだよ。よしよしよし、マイレージディスタンス、ちょっと気になるな。ちょっと悔しいな。これもう一回頑張ろう。10秒以内に 10.6。 あと 0.06 秒か。あと 0.06 秒だな。ちょっとこれとりあえず10くらいまでチュートリアルやったらなんか普通に走りたいな、トラック。そうは言ってもね、6で俺はもうニルブルクリンクを GTR で走るなんて。自分の感覚を信じて。はい、来たー、はい、来たー。お金がそれともないんですよ。これはね、ルブロー、こういうのあんまり考えすぎないで、ね、感覚を信じる、自分の。これが一番。よし、しかも、あと、せめて10まではやるか。あ、10まではっていうか、これ、7、8。次何これ。ハイパーワーカー、ベイロン。ちょっと一回さ、ちょっと一回いいかな。お、なんか、リワード。なんか普通にレース行こう。アーケード、AI ポート。あれ？これ。すげえ、かっこいいな、GTR。タイムトライアルでもちょっとやってみっか。レース by yourself。だね。フォーカス。うわぁ！すごい。レベル3じゃないと走れないのか、これ。俺知ってるステージあるかな、スピードウェイとか。ドラゴントレールってのこれ。これラリーだな、完全に。ドラゴントレールってこれラリーだよね。いや、でもそうじゃないか。シアサイド。このシアサイド。これ行ってみる。え？何これ。あ、時間も選べんの？すごいな。知ってるステージあるかな、これ。これスピードウェイだもん。なんか知らない。新しいステージが。ちょっとこのドラゴンジャー取れるの、これ綺麗そうだ。何個がいいかな。サンライズ、モーニング、デイタイム、アフトエブリン、サンセット、ダスク。いやー、ここはやっぱサンライズだ。テンション上がってきた。ロードスター、何がいいんだろう。あ、来た、レクサス。あ、とりあえずマツダでくらいに行くか、ロードスターね。いやー、なんかすごいな、本当にデザインが。なんかかっこいいね、一つ一つのこういうデザイン。色も選べる。何がいいかな、白とか。まあ赤でしょ、赤がいいかな。赤でいいかな。マツダのこの赤かっこいいよね。ソウルレッド。マニュアルで。タイムトライアルね、楽しいよね。いやー、そう考えたらやっぱ GT6 からすごい進化してるな。感じる。
さすがプレステ4って感じだわ。サンライズ行ってみましょうか。セッティングはね、さっきもいじったからね、スポーツカーとかトラクションとか、ね、全部ね、ABS デフォルトになってるのか。とりあえずデフォルト行ってみるか。え、ラインとか表示されないのこれ。6と感覚が違うぞ。6と感覚違う。写真撮ってるし、しないで焦りすぎ。これ LINE オンにできないの？オートドライブって何これ？ AI が何ドライブしてくれんの？あ、ブレーキとか AI がやってくれるって感じか。うん、ドライビングライン入れてほしいな。ドライビングマーカーって何？よくわかんない。ちょっと全部オンにしてみようか。あれ？ライトってどこ行った？あ、これの方がいいわ。くそ。あ、なるほど、そういう感じか。おお、そういう感じが全然違う。シックスの音楽だな。ちょっとさ、待ってこれやっぱ一回オートマンしなきゃダメだな俺、ま、あれ、いやー難しいんだけど、予想していた以上に難しい操作が。トラクションで、このドライビングラインはコーンいらないね。とりあえずライン慣れてっからラインだけでいってみるかだな。いやあ、6と全然違う。こんなに車滑るの？明らかにハンドルが重い。
去はできないね、これね。まあ、よりリアルになったっていう感じだな、本当。あんまり6とスポーツをこう交互にやったりしない方がいいな。全然感覚が違いすぎる、6と。てか、ハンドル重っ。なんかもう手が疲れてきた。こんなにハンドル重い。びっくりするハンドル重い。6でも俺ハンドル重くて結構7、8くらい設定してる。それより重いわ。いや、手がすごい疲れるね、これ。軽くしたのがいいから。いやでもこれがデフォルトだから自分でやっぱなるでよ。ブレーキのバーブそー、ブレーキのバーブいらないな、これ。いや、これでちょっとこんな感じでやってみるか。とりあえずそうね、一言言うとすげえ難しいわ、やっぱり。あ、マイレージとなんかもらってた。なんかもう一回くらい他の組やってみてるか。ちょっと明るい昼間に行ってみっか。夜だとちょっと結構難しい。おー綺麗だな。ついついなんか見とれてしまう。タイムトライアル、ここら辺なんか明るくて良さそうじゃない。あー、これ難しそうだな、ステージ。これダートだもんね、明らかに。さっきやったのこれ。ここら辺なんか明るそうだから、ちょっとここら辺のデイタイムで行ってみっか。雨とかってのはないのかな。まあ別に雨とかで絶対これ BM で行ってみっか。乗れるかな。ちょっとおとなしくね、ここは。いやー、やっぱ6と比べたらかなり重い、全ての動きが。6みたいなこうカク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 って感じで車を動かせないわ。重心とかがやっぱり全然違うんだね、これ設定。の車って軽いよね。なんかちょっとハンドル切ったらすぐシュッと曲がってくる感じ。これがリアルなんだろうなって感じがする。リアルを追求してった結果こういう動きになってるわけだもんね。地図が表示されるといいね、真ん中に。それが見やすくて。いや、一回このコーナリング。これブレーキを完全に覚えなきゃいけない。
でブレーキの位置が示されないっていうのはちょっと慣れないですね。自分でちゃんと頭の中にコーナーをつけてコース。LINE よりさ、LINE よりさ、こっちの LINE じゃなくてコンマドライビングマーカーとかの方にいいんじゃないかって気がしてきた。 LINE でブレーキポイントは示されないもんね。ブレーキインディケーターってやっぱそういう風になっちゃう。ちょっとこれは予想だ。これはどういう感じになるか。あ、ここでこうやって示されるの。あ、こっちの方かな。
キポイントが全然わからん。これ感覚でやっぱ体叩き込んだらダメだな。あ、こっちの方がなんか運転しやすいな、ほら。こっちで行くパーツする。一緒走ったじゃん、俺ですけど、ブレーキ押したくないな、失敗した。おぉ、ハンドルにかかる、重さが全然違う。なんかあと手が疲れるね、ハンドルが重くて。車はこういう感じなんだけどさ、6はやっぱ軽かったのか。いや、本当なんか実際に車を運転してる時のハンドルの重さに近い。これはすごい、なんかどっしりしてるね、ハンドルの重さ。ドリフトもできる、これドリフトやろうと思えばできる。いいね、いいね。
想していた以上に、なんか何回スクショ撮ってんだ。予想していた以上に6とは車の挙動が違うわ、これ。しかもなんかプライズもらえた。え？プライズもらえたんだろう。タイム、なんかいい点出したかな。まあとりあえずそしたらこんな感じで、なんかすごい場所に車止まってるな、これ廃墟。なんかクレームギョアボーナスって書いてるよ。綺麗だな。それにしてもなんかついついうっとり眺めてしまうね、このメニュー画面。マイル運転したからなんかもらえるってボーナス。お金とエクスペリエンス。お、やった。こんな感じ。あ、なんかここでもまたもらえる。なんかもらえるね、また。どんどんレベルが上がってる。お、なるほどな。まあ、こんな感じでいいのかな。よし。レベルがインクリースして新しいコースが走るようになったって。ドライビングパーク。うん。さっきからこれをやれみたいな感じでずっとここに表示されてるんだよ。やれ。Start your car and helmet. まあ車のペアレンスを変えたりできると、まあ別に今はいいかな。なんかもうずっとこれを見てたよ俺、このメニュー画面を。CG でしょって。もう写真にしか見えないもん、こうやって見てるの。いやすごすぎる。まあいいか、じゃあこんな感じで、じゃあとりあえずセーブして一回ね、ちょっとまたやることやん、大学の準備しなきゃいけないんだよな、授業。じゃあここら辺で終わりにしますか。なんかサイバーアタック、そういうニュースとかも見れるの。なんか落ち着くね。